コラボス大阪五十山。おはようございます皆さん。時刻は7時36分となっております。今日はここじゃん、父をにバス停です。成功しました。こちらのバスでお世話になって、オレンジバスにお世話になってやってまいりました。今日はここからなんといよいよ最後なんですよ。大阪五十山は、ラスト2座、三国山と牧代山2座行って、今日でね、嬉しいような悲しいような大阪五十山終了したいと思っております。コース詳細は大江玉から。はい、三国山と牧代山に行きます。はい。で、牧代山口まで走って。はい。帰ります。しょうもない。音ないんかい。まあロードを走り持ってね。はい。はい、今日は迷わずに行くことができるのでしょうか。はい。謎。それでは今日も元気に。行ってみよう。行ってみよう。前みたいですね、牧代山の上の方行くときにこれじゃなくてついにリベンジ。この間ね、牧代山口から走ってここまで来ましたね。はい、8キロぐらいあったんですかね。岩尾山に行った時はね。はい、今日はあの時の教訓を生かして牧代中学校前でオレンジバスに乗り換えて、ここまでわずか300メーターですよまだ。いや、これも旅の醍醐味。そうや、走るのも旅の醍醐味や。醍醐味。僕ばっか言うな。7時56分、距離は 1.6 キロです。はい、ここに鍋谷峠ってあの表示がありますね。はい、ここを右に行ってきます。曇ってますね。曇ってるね。まあ梅雨やからね。ポッポロポッパン、純吉の学校給食編。はい、どうぞ。学校給食を作るにあたっては、いろんな人がね、協力し合いながらしないと、どんなに仕事ができる人でもたった一人では出来上がらないんですよ。1000食も作られへんやろ。そう当たり前のように思えるけど、同時進行で主食を数えたりする人、はい、主菜、メインのおかずね、はい、で付け合わせのサラダとかをみんな決まった時間の中でこうバーッと作業するんですよ。何時になったから口コに入れなとか、何時になったからそろそろ釜に火つけてこれ始めなとか、はい、もうみんなで協力し合ってやるんですよ。はい、今までいた事務の仕事はもう自分で全部しないと、自分の仕事を仕上げないとって感じだったんやけど、本当にこういろんな人の手が関わってみんなで協力して一つの仕事を仕上げるっていう感じがリアルに感じられて、本当にね、ああ助け合って一つの仕事ができてるんやなっていうやりがいを感じております。はい、チーム給食部ね。そう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 、よっしゃできたーって感じ。できたー、今日の美味しいなーとかね。これこんぐらいの加熱具合がやっぱちょうどよかったなーとかね。もう達成感ありありですよね。毎日もりもり美味しいもの食べてるんですね。もうね、ちょっと気ぃつけなあかんなと思ってるんですよね。でも今日もちょっと美味しいもの食べますよ。ダイエット明日からもっと言ってはやだな。小学生と一緒の量やったらあるやろ、そんなにようさんカロリー取ってないんじゃん。やっぱりね、小学生の栄養を取らなあかん栄養と大人が取らなあかん栄養はね、やっぱり脂質と糖質の割合がね、大人はそんなにいらないのよね、一食の割合がね。それのノリで食べてると、やっぱちょっと糖質質がプラスになるかなと。とんかつさん、ああもうね、ここら辺がちょっとやばいよね。とんかつさんちょっとやばいよね。もうそろそろ気ぃつけなあかん思ってますわ。はい。とんかつ。ここが分岐点です。岩尾山への。8時2分。これは明神谷橋っていう橋です。おお。前はここからなんかうっそうとしてる。はい、舗装路が続いてます。上りです。はい。でも山の匂いがすごいするね。うん、山へも。雨上がりやから土の匂いがね。雨降った。いや、降ったんじゃ、なんかしけってない。うん、ずっとこんな感じなのかな。梅雨やからね。なんでもそれ。下に登山道がありました。私たちはちょっと分岐点が分からずに舗装路を歩いております。ちょっとやっちゃったかな。でも合流するよね。ここはええんや。ここはとにかく早く行くとこや。ここやね。いいらしいです。いいね。どうですか、大阪五条さん振り返って。まだですか。まだですよ。全部終わってからですよ、そういうのは。思い起こせば2018年7月からスタートでしたね。もうほぼほぼ丸4年。丸4年。うん。楽しめたよね、はい、大阪っていうのだけあって、例えば関西百名山とかやったら、あ、遠方すぎるし無理やなしばらくって思うようなところでも、大阪やったら、あ、じゃあちょっと頑張っていこうか、早起きしてっていう気持ちにもなるし、関西百名山やったらそれなりにちょっと計画立てていかなきゃいけないからな。そうなんよね、電車とかバスとかのな、第一歩がね、なかなか踏み出せないけど、大阪やったらもう手軽に明日行くかという感じでな。そう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 、迷えへんやろ言ったら大迷いやない。新しい大阪の魅力を発見できたよね。うん、でその土地土地の美味しいものなんか食べて帰ろうかとかいうね、やっぱそういうのも楽しかったよね。まあでもこれなんで50歳やねんっていうのも結構多かったよな。なんとか50で帳尻合わせたかったよ。こっちのほうがええやろっていうようなええやもんもあったけどね。それがあんまり踏まれてないところが多いからな、えらい目におたわ。我々素人は。でも思い返せば全部やってよかったよね。うん、そうやな。じゃんじゃん。どうですか、とんかつさん。何がですか。何がどうなんですかね。どうですか、とんかつさん。主語がない、ちょっとわかりません、何を聞かれてるのか。とんかつ食べたいね。近畿自然歩道の案内があります。おそらくこの今の国道と並行して下に山道があったんでしょうけど。でもなんとここに、この先通行できませんので、車道通行くださいと書いてるんで、もしかしたらこの先ね、ちょっと崩れとったんやもしれない。入り口がわからんでラッキーやったんやもしれない。ね。とんかつ。時刻は9時35分。距離は 8.6キロです。はい、峠ですか。峠です。はい、お地蔵さんいらっしゃいますね。これを、あ、まだまっすぐですね。右に行っても父親に行くねんな。そうか、その言ってた道、はい、あ、あれね、やめとこうって言った道がなんかその辺なんやろな。そうやな、うちらはひたすら安全牌で今日はしゃべる。道なき道は今日はやりません。最後なんで残念。珍しい鳴き声やな。うん。はい。9時44分、距離は 9.2キロです。じゃん。来ました三国山の登山口です。いよいよ今日初めて土を踏みます。アプローチ長かったなこれ。はい、では早速。これ？これ地図ではちゃうねんけどな、もっと向こうやねんけど。ホロポス。ホロポス。大阪50座パフ？わ第49座三国山タッチ。ほんまかって感じの。まあとりあえずやっとこう。うん。って感じですね。トイレもあるのか。さっきの何だったんでしょうね。トレイルって書いてるんですよ。これ山頂トレイル。あ、トレイル。うん。さっきのは何だったんでしょうね。三国山近くの休憩所だよ。みたいなここで一服してねみたいなベンチ。休憩所か。え、これ？違うまだ。パッパラン。道なき道シリーズ。おう、はい出ました迷いシリーズ。あ、でもこの、真横に来るまでこの道で行って、この来た時に無理くりピュッて上がったったらええんちゃう。とりあえずこの道で行ってみよう。ここ道ないもん。ちょっとこの道をちょっと突き進みます。道なき道シリーズ。まだ道やから。はい、これぞ道なき道です。もうね、どうしてやってしまうんやろか。今日こそは無難に来たかったのに。お待たせしました。これは道じゃないです。やっぱり我々の旅は長ズボンもないといけませんね。もうこれ、あ、これ完全に道や。これ道や。うん、なんか道に出ました。これが山頂トレイルですね。はい、ちゃんと乗れているようです。よかった。無理くりってよかったな、今の。はい、おイエーイ。また、あれや、大前をするんかもた。残念。うん、まだわからんで、巻きようがあるから。さっきの人、あ、わからんかったやな、きっと。三国山山頂って書いてあるわ。やったや。山東三角点。三国山。さっきのはちょっと冗談でした。やりました。ホロポス。大阪50山。パフ。は第49座。タッチやりました。これで残るはマキオさんあと1座。休憩入ります。はい。やりました。あ、時刻は10時ジャスト、9.8キロでした。はい、今日のおやつ。まずは、これは山椒、ちりめん山椒のおにぎりです。そしてこれが、りゅうちゃんの好きな銀座西川の食パン。はい、予約しないと売り切れ取ったそうですわ。危なかったね。うん、お取り置きです。はい。三国山で休憩してます。はい。もう一個。うん。はい、10時14分。距離は。あれ 10.3キロ。はい、はい、距離、時刻は10時15分、三国山での、西川食パンの休憩を終えまして、次向かうはいよいよ最後、牧尾さんであります。はい、はい、リーダー先に行ってください。さらば三国山出てきました。どうですか53振り返って。何点聞くね。一番どこが良かったですか。どこやろうな。ちょっとパッと思い出されへんわ。リュウジさんどうなんですかね。やっぱり汽船アルプスですね。5座ぐらい行った時。ああ、はあ、うん、景色が良かったんかな、うんうん、あそこは冬のイメージやったけどね、暑い時に行ったんや。あ、そうやな、うん、あの時暑かったよな。眺めがいいのが好きなんですかね。そうやね、うんうん、私は竜王山かな。そうな、うん、竜王山ね、あれなんで関西百名山に入らへんのやろ、いい山やのにって思っとったらね、大阪50山に入っとって嬉しかったよね。山頂の三角点も分かりつつ関西には入らんやろ。なんでやねん、眺めええやん、あそこもデッキ立派やし。三角点分からへんから分かるようになっとったよ、もう一回行った時には。以上となります。はい。もうすごいな。何やそれ。千本杉峠の名前のゆえんなんでしょうか、この杉の数は。まもなく千本杉峠です。お、時刻は10時35分、距離は 11.4 キロ、千本杉峠に到着しました。はい、牧尾さんはこっちって書いてます。親切、わかりやすい。はい、過ぎてからは断然分かりやすい道やね。さすが近畿自然歩道。はい、分岐点にやってきました。何も書いてないけど近畿自然歩道の方に進みます。西国古道、なんやねんそれ。うん、ここは15丁石地蔵。時刻は10時59分、距離は 12.9 キロです。牧尾山まで、あ、書いてあるね。あと、あ、2キロ、50分やって。こうやってね、書いてくれてるとね、安心感あるよね。うん、オンルート。行ってます。はい、いい道ですよ。縮尺を。右やろこれ。私のこうなってんねよ。どっちから行くねんって感じ。ループしてるか。あ、こっち行ったらええんか。はい。西福寺の方やね。分岐点です。11時5分。距離は 13.2 キロです。はい、こっちからやってきました。はい、でここを右に取って西福寺方面に行きたいと思います。はい。では行ってみます。近畿自然歩道です。はい。あそこからこう来たんですけども、普通のルートはそのこっちね行くんですけど、ちっちゃくあの黄色の塔が立ってますね。はい、出すな山火事。はい。あの上にちっちゃく奥牧尾って書いてあるんですよ。はい。それがこの道で、ちょっと奥牧尾にも行っとこうかということになって登っております。はい。決して迷ってるわけではありません。はい、奥牧尾に向かっております。はい。時刻は。11時12分、はい、距離は 13.5 キロ、はい、奥牧尾山647メーター、49.5 座って感じでしょうか。はい、ちょっとあれではないんですけどね、タッチやりました。タッチ、はい、パフ。ちょっと展望はなしね。展望はないですね。はい、一応ここが奥牧尾っていうらしいですわ。おお。あ、岩脇山や、あれがほらあの上緑になってるところ。岩脇、もうすごい。岩脇さんってあれやな、最後の結構しんどい山やな。あのすすきの、すすきのとこ。はいはい、言わんでんか、すすきの岩脇やって。すすきの岩脇です。言うたぞ。なんや。どうやな、もう。はい、牧尾山へ向かってます。大阪50山、刻々とラストを迎えようとしております。なんか切ないな、卒業式みたい。50山卒業式、もうね、癒してくれたのよ。この週末どこ行こうか、50歳行こうかでね、うん、やっぱ目的意識があるっていうのはね、うん、よかったよね。そうやね。達成感を味わえたね。いよいよラスト。うん。どれ？三角点ないんか。これですか？三角点はないんですかね。ねえ。なさげですね。これにしよう。一番高いし。ああ、そうなんですか。あ、木に書いてあったね。あ、これね。あ、なるほど。きっとこれだということで。よし、11時35分、はい、距離は 14.3 キロ。いよいよホラバス大阪五十山パフは第50山マキオさんタッチやりましたダイヤモンドトレイルにできてきました。時刻は12時7分、距離は 15.5 キロ。はい、今から二条山を目指します。あ、ほか。バスを帰ろう。何時間ものね。五十山のきれいにどうや二条山まで。暗い合いは立ちやいらないで。マキオさん山頂も言うとるで。ほんまや。あららら。でもさ、進入停止とか言ってないからわからんかな。ここからもう行かれへんようになってるってことね。これがルートやったんほんまは。そうちょっと分からへんけど。うん。うん。こっちやろ。うん。ダイヤモンドトレイルの起点です。起点って書いてるよ。タッチやりました。10年前。ご新居出ました。お疲れ様でした。時刻は12時26分、距離は 16.4 キロ。はい。牧雄さんを下山です。はい。このままバス停に向かいます。はい。はい。はい、降りてきました。はい、時刻は12時31分。はい。距離は 16.7 キロ。はい。明るい。観光センターです。ああ、こんにゃくとかないんかって感じだね。卵とか。このおしゃれなところはね、ちょっとハンバーガーが有名らしいんですよ。うん、ちょうど昼時なんでどうかなって感じですが。開いてる？グリーンルームやった。グリーンルーム。今日のちょっとひそかな予定として、こちらのこういうハンバーガーがね、なんとダブルで1480円、ちょっと美味しそうなんでこれ食べてみようかなと思ったんですが、ちょっと早くて30分ということなので、ちょっとまたの機会にしたい。これなかったよね。なかったと思うよ。すごい立派。グリーンルーム。車いっぱい。あ、実車いっぱい。まあ美味しいらしいんでよろければ機会があれば皆さんどうぞ。はい。我々西川の食パンで十分です。あるよまた。あるね。ゴール牧雄山口バス停です。13時。時刻は13時18分なので、あと7分できますね。ばっちり過ぎてびっくりしますね。はい、距離は 20.5 キロ、皆さん長らく応援いただきましてありがとうございました。大阪五十山の旅も今日で一応の終わりを迎えました。またおまけ編もあるかもしれませんが、おかげさまで楽しく五十山を巡ることができました。また次の企画もお楽しみに。はい、それでは皆さんまたね。